い、345日目のドラム練習です。おはようございます。今日で残り20日ですね。まあ、なんとかツインペダルできるように頑張ってやっていきます。というわけで345日目のドラム練習でした。いや、まさかメトロノームが壊れるとは思わなかったですね。本体は音が鳴るんですけど、イヤホンジャックのところがおかしくなったみたいで、ケーブル変えてもダメでしたね。ちょっとメトロノーム買い替えようと思います。で、今日は一発目のレッグモーションを意識しようと思ったら、いつの間にか力みまくって踏んでました。でも全然力入れなかったら音が僕ちっちゃくなってしまって、もうスネアとかハイハットに完全に負けてしまうんで、ある程度力んでもいいなとか最近思ったりしてまして、速さと音のデカさって結構難しいとこですね。まあ、なるべく音量出るようにしたいなと思ってます。で、まだぐちゃぐちゃなんですけど、踏み始めは良くなってきてるはずなので、まああと約20日間あるんで、頑張って磨いていい状態にしたいと思います。いや、もう本当に残りわずかしかないんですね。では今日も見ていただいてありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。